街通りを走ってます。ずっと周りに両脇が昨日歩いたところに、ね、歩いたかな多分あ、ここやな、ここホテルやな、はいはいはい、待ち合わせしたホテル。昼間通ると普通の商店街ですけどめちゃくちゃ普通の商店街夜になると表現します。結構長いですね。昨日入ったお店はここにやったな。昨日入ったお店はどうかわからないと思ったなこの辺りまだ向こうかな。まだやな。ラーメン一覧もあります。アメリカのブルームバーグ通信が22日、だいぶ長いな。あ、ドンキホーテ来たな。来ましたね。もう結構歩いてきたやな、ほんなら僕らも。そうですね、うん、僕らが歩いたの。あ、ここは商店街とか言ってた。あ、飯食ったとこじゃない。あ、ここか。あ、これは有名やね、多分このお菓子ホーテ。ここやね、初年街ね。ここまで来ましたね。初年街、ここまで来ました。お、ここまでかな。だいぶ終わってきたな。で、あ、多分ここまでやな。この辺になんか駅があるわよ。そこまで駅と駅の間までですかね。あ、ここでどうやらこれで終わりやな。ですね。はい、処理場に向かっております。処理場でございます。やたらと坂を登ってますが、今日までお休みです。この道であったんでしょうかおよそ700メートル右方向です。700メートル先、両方です。あ、なんかシーサー、シーサー、あ、シーサーがいっぱいおりますね。車ないと車輪じゃ行けないですね電車、いや電車あるんじゃん、これ何かな、山の上にあるんやね、これ。ちゃんと火事で燃えてしまった修理場がどうなってるんでしょう。およそ300メートル先、修理場前、右方向です。もうすぐです、あと300メートル。200メートルで目的地周辺です。駐車場前まで来ました。前です。あ、どうやらこれですね。あ、ちょうどこのパーキングもあります。駐車場県営有料、入っていきます。到着しました、駐車場公園。親の肩の手を承で日本全国据え付け工事、夜はネオンの街へと消えてゆく。あ、よいしょ。俺は